よいしょオープン。あるよいしょ。さあ行くぞ。皆さんこちら、リオナルド、マックスフライト、あらみんな、マジで謎の箱が届いた。まあ正確に言うと、これ僕は知ってます、何が入ってるか。ただお二人はマジで知らないですよ。知らない。謎の箱、全く知らない。謎だ。開けていいんですか。開けますよ。開けましょう。ああ。なんだろう、なんでしょうね。よいしょ、開けさせていただきます。よいしょ、あるよいしょ。味の一品、兵庫三田。うわー、ハブだー、うまそう。先日我々大阪でオフ会やったんですよ。その取締役の方がね、来てくださって、三田屋さんという、あの関西では結構有名なハムの会社さんらしくて、はい、送ってくれた。最高、ありがとう。マジありがてえ。せーの、ありがとう。心の底から、まあ、我々ハム大好きですからね。何が好きかって言ったらハムだよね。間違いねえ、間違いねえ。何が好き、ハム。いや、絶対だぞ。CM じゃないか。テーブルの上に開けていいですか。全部開けましょう、開けましょう。ソーセージ、ソーセージ、別のソーセージ、別のソーセージ。絶対うまいじゃん。桜井牛、スモークハム、スモークで、塊、ハムの塊。やば、正月に食うやつじゃん、こんな。で、別バージョンのハムの塊、ハム、オリジナルドレッシング。うわぁ、ポークソーセージ、ポークソーセージ、サルティーチャー、サルティーチャー、サルティーチャーソーセージ。そしてこれがラストなんですけど、うん、うわぁ、ローストビーフ。マジか、最高なやつ来ましたね。マジかよ。おい、最高じゃん。おい、優しいドッキリだよ。いや、本当だよ。クローズ。お礼をまず言いましょう。三田さん、ありがとうございます。さあ、いただきましょう。いただきましょう。じゃあ準備しましょう。ペリシ、サラダなど。よし。よし。すいませんか。では食べていきましょう。準備万端。イエス。着火。よし、補助。怖い怖い、ごめん。切らせていただきます。私め。うわ、これは。何か、あ、もういっちゃ、いきなりこのいっちゃういっちゃう。いぶし、かいっちゃう、まず。牛肉桜スモークハムですか。これがですね、はい、なんとですね、本来一般販売されてなくて、その難波高島屋の店舗限定で販売してるんですって。神。じゃあこれいきますか。行っちゃいましょう。桜井武士飯、やばい。サシの感じもすごい、色がいい。いただきます。ありがとう。一口で贅沢に。うますぎじゃない、これ。うますぎじゃない、うん、あの、イブシだからすごい燻製スモーキーな香りで、油も乗ってて、そしてこの、ほんとほのかにかかってるこの粗挽きの胡椒がアクセントとして最高。これビール飲みたいっすね。え、言っちゃいなって。いやいやいや、今日この後の予定は、はい、いけなくない。一本だけ。一本だけ行きましょうか。待ってかい、待ってかい、待ってかい。ではそんなわけでやってまいります。贅沢な日になっちゃったな。うまい。あー、最高。続きまして、標準のハム。確かにいい。いや、標準のハムいい。このうまりよ。いい絵だな、おい。でか。切ります。お願いします。正直そんなにうまく切れる自信がないんですが、うん、お任せいただいてよろしいでしょうか。もう神なんで、ハムシン、ハムシン頑張って。ハムシン薄め、厚め。もハムシンに任せます。ハムシンに任せます。厚め。いや、さすがハムシン。うわうわ、似合うな。これドレッシングだよね。そうですね、ドレッシングに、まあそのままでも美味しいの、もちろん。そのままからのドレッシングだな。ハムシン、うわ、いただきます。うん、あー、うん、あー、なんか、うん、桜井節もそうだけど、
味の付き方、味の深さめちゃめちゃいいね。ドレッシング かけなくても全然このままで。しっとりしてるな。いける、ただ私はドレッシングをかけたい、せっかくだから。確かに、これ何ドレッシング？お酢、セロリ、醤油、人参、人参ですね、メインが。かけるな、ゲロがいたら、結構いったら。おぉ、ドレッシングもうまい。ハムシン、どうですか、ハムシン。同じですか、ドレッシング。酸味がいい。先生、はい、切りたい気持ちもあるんですが、先ほど沸いたんで投入していいですか。お願いします。白いんだ、投下させていただきます。いえ、ちょっとあのメインのハムをちょっと行きたい気持ち、この瞬間ありますが、はい、一回このサルティーチャー行きましょうか。最高、やるぜ。なんだ、行きましょう。はい、行こう。こちらはまあそのままでも美味しいし、焼いて食べても美味しいってこと。絶対うまいよ、はい、ドレッシングつけても。そうですね、このドレッシングも何でも合います。うん、いただきます。どうぞ、サルティーチャー。わー、これ焼いたらうまいな。ちょっとうまいな。うん、生でもうまいけど。行っちゃっていいですか。はい、行きましょう。こちらブラボーウィンナー、うん、ブラボーウィンナー、いただきます。豚肉を使用したガーリック風味のアラビキウィンナー。うわー、いやいや、襲われた人の声じゃん。うわ、ブラボー、ブラボー。おう、どうですか。うまい。間違いね。ビールもう一本いただきます。うん、さあさあ、ビデオください。お待ちください。おお、ハナミンさんがいつの日か店員に。え、ビール2本、2本はやめましょう。炭酸水いただいてよろしいですか。いきます。白ウインナー、昔ながらの製法でスモークをかけずに仕上げた素材を生かしたウインナーです。なるほど、うん、おお、どうすか、どうすか。豚チューリンガー。なんだこれ、何入れてんだろう。これが一番好き、この緑のね。せーので答えてください。せーの、桜バジル。バジル、もう一回いきましょう。テイク2、テイク2、いきます。3、2、1、せーの、バジル。ずるい。パセリです。おーい、おーい。どっちかかなと思った。バジルはちょっと香りが強い。バジルかパセリかどっちかかなと思った。2択だったな。あと2択じゃないじゃないですか。最後フィッシャーはローストビーフでしょ、うん、そうなる。はい、でもハム屋だよ。わかんない。確かに、確かに、かる、確かに、そうだ、確かにね。ハム屋なのにローストビーフ締めって違うんじゃない。ローストビーフ屋じゃないですもんね。うん、そうそう。でもローストビーフはすごい推してる商品らしいですけど、このローストビーフいくらだと思います。せーので行きましょう。せーの、3400円。え、3000円。5400円。こちら1万円です。バカ野郎、バカ野郎。価値の分からないよ、バカ野郎。ローストビーフ行きましょう。行きましょう。うわー、やべえ。ただ思った、タレが結構あるから、これここで切ったら次のハムがタレになっちまう。ハムだ。先にハムだ。間違いねえや。行こう、白ハム参ります。早速いただきます。すごい、え、手で掴んでラピュタのドーラみたいに食ってやる。いいですよ、すげえ。おお、いや、すごい、ザ・ハムじゃん。やってまいりました、黒毛和牛のローストビーフ。やーば、 450g の塊っすよ。先生、カットお願いします。うーわ、すごい、1万円分だわこれ。何枚取れんのこれ。できました、神。この絵時間やばない、この刺しよ。いただきます、いただきます。厳粛にいただきましょう。やばいやつだぜ。とんでもねえ、まい。うわ。スープ
ーパーとか高級、まあ高級スーパーとかで買うようなローストビーフの次元ではない、はい、そのお取り寄せをするような次元ではない、はい、もうホテルとかでその場で作ってこうカットされてはいどうぞっていうよりもうまい、それよりうまい、うまい間違いない、それは間違いない、すごい、これ赤身と本当にうまくないこれ、今まで食ったのが一番うまい、え、私もそう思う、ローストビーフで、私もそう思う、なんかもう語彙力なくなっちゃうな、たわらさえないのにさ、語彙力を殺すローストビーフ、お童貞を殺してたみたいな感じして、じゃあ横乳はどこだ、何の話というわけでですね、本当に今回はドッキリではなくて珍しく本当にいただいた美味しいものをただ食べるという Vlog 的な動画になりましたけども、たまにはこういうのもいいんじゃないでしょうか、最高。ただドッキリよりびっくりしたんじゃないですか、うまさにびっくりしたね、ドッキリよりリアクション良かったですよ、ね、ドッキリチャンネルとしては致命的じゃない、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、はい、続きはですね、ここからはひらがなアップバンクで、みんなで編集チームを呼んでみんなで美味しく食べたいと思います、はい、ぜひそちらの動画もご覧ください、そしてですねこちらの、僕らが食べたお肉たちなんですけども、インターネットでも買えるそうです、はい、なんですって、はい、でも買えるそうです、詳細はですね概要欄にリンク載せておきます、ぜひねそちらで気になった方は食べてみてください、いい、僕らのリアクションは嘘じゃないです、別にこの動画案件でもないんで正直に言ってますけど、案件の時も嘘じゃないですから、案件の時も嘘じゃないから言い方的にね、はい、案件の時も嘘じゃないですけど、嘘じゃないです、マジでうまい、このローストビーフやばい、あのね想像を絶した、とんでもない、ドッキリ以外もたまにはこういう動画見たいよっていう方はぜひ高評価押してください、お願いします、多かったらこういう動画もねどんどん増やしていきたいなと、はい、ね、よろしくお願いします、最高、ではまた次の動画でお会いしましょう、ひらがな見てね、最後さあ、あー食べてー、バレないように4枚あったら1枚だけとかわーいいアポしたないわ、天と地の間にある全ての可能性を捨てるな